先週も一回しか朝練できなかったのかな。で、今週も雨が多くて、今日雨上がりギリギリ行けそうかなっていうので、今週初の朝練向かってますが、一応この辺の道路は乾いてるんですけど、コートはちょっと濡れてそうですね。ちょっと現地についてみないと今日はどのぐらいできるのかわからない感じですが、一応向かってみます。テニス的には先週インスピでボロ負けしてからサーブを元に戻して、で、サーブがまあ入るよねって状況になってストロークも少し安定感が戻ってきたんで、まあその状況をもうちょっと続けていこうかなって感じですね。新しいことにチャレンジというよりは、新しいことへのチャレンジ失敗した後始末をして、なんとか元に戻そうとしている状態の続きですね。先週はちょっとインスピ後の疲れがひどすぎて、まともに動けなかったっていうのもあったんで、今日は先週よりは安定して動けて、最後までしっかりできればいいかなって感じです。まあ、それもこれもこのコートがちゃんとしてればですけど。この辺はだいぶ濡れてるな。コートは車が通って乾くこういう道とは違うんで、より乾きにくいんですけど、それでもまあ、今日は20度近く気温が上がってるのかな、もう朝の段階でも。だから、自然乾燥で結構いける感じで、で、コートの、ハードコートですけど、ハードコートの表面の凹凸がない綺麗なコートならば、結構早く乾くし、ちょっと平面綺麗に作れてない、凸凹があるようなコートだったら、その子に水たまりができちゃって、自然乾燥しにくくなってる感じになるはずですね。で、普段使っている秋ヶ瀬のコートは、凹凸が少ないコートを選んで取ってるんで、雨上がりでも比較的マシなことが多いです。この辺の路面は完全に乾いてますね。歩道も乾いてるからだいぶ大丈夫そう。こんな感じならコートも期待できますけど、本当にこういう小さい雨雲が通り過ぎる系の雨の時は、どの程度の雨がコートを濡らしてるのかが本当に運次第なんですよね。現地に行ってみないとわからない。やっぱり13番コートほとんど乾いてますね。逆に新しい16番、17番コートとかは結構、あれが水たまりができる場所が多くて乾かないですよね、自然に。この辺、テニスコートを作成、製造、なんつった、建築、建設、なんつうのかわかんないけど、この表面、サーフェイスをきれいに整えて作る業者の能力が大きそうな気がしますね。ローラーとかでなんか踏み固めてとかやっているのを見たことありますけど、作るところ。だいぶ丁寧に、ちゃんとできてれば、こういう凹凸が減るんだろうな、という感じで、このパッと見たところは結構水たまりだらけですけど、私たちの使うコートは大丈夫そうなんで、やりましょう。なんで時間あるのにミスってんの、これ。ああ、しょうもない。15、13。
完全に足折れた、足が止まったのに。うまい具合にいけた。ギリギリまでね、こっちだったんだけど、あ、この体勢いけると思って。変なサーブ。自分でやっといて。
まで打ったな。サピラー。はい、よし、サンティゴ。これが安定感か。全然違う。よし、行ってんだ。はい。あれこれもさ、俺すげえコントロールしてるつもりなんだけど、なんで入んないんだろう。パティ引いてんです。はい、ごめんなさい。惜しい。あれ入んなかった。2台引いてる。もっといい回転強く。パティ引いてんかい。これは無理やったな。よし、ワンスリー。あったり割る。ラフィフティーン。あれ、あ、惜しい。ラブファーティー。間に合わなかった。15-40。あ、やれた。30-40。
待てっつった。あ、入ってた。入ってた、入ってた。サティフォーティファースト。はい。いやいや、今のスイしっかり回転かけたね。うわ、わかんねえな、それは。レシーバー足りないんだよ、せっから回転が。おお、吹っ飛んだ。デュース。はい。高いな、クソ。おお、予想と全く違っていた。びっくりした。しまったな。入っちゃったね。迷ったな。大丈夫。ファーストショット入ってる。やりすぎか。3位です。弱めでしかできない。ヒスティサーティーか。でかいか。落ちないよね。やっぱりこれがなんか落ち着く前に。うん。
ってるな。サティラ。はい。弱気ね。しょうもな。さてやるかな。はい。ちゃんとやろう。打ち込もう。
だけど日が全然入るしね。んだろうね、今の。レシーバー終了だ。終了。なんとなく巻いてたんだけど。なんとなく巻いてた、なんとなくする。よくと。終わりました。久しぶりすぎて、なんか心肺機能が辛くて呼吸が途中で整わなくて大変だったりとかしましたけど、まあなんとかって感じですね。で、今日そういえば新たな気づきというか、最近ちょっと強打しようと思ってテイクバックがでかくなってたっぽいですね。なんかそのミスヒットの率が上がったりとかしてたのがそのせいだったっぽくて、今日テイクバックコンパクトにしたらだいぶ安定感がある感じになりました。というわけで、ただテイクバックコンパクトしたらミスヒットを減る代わりになんかロングが増えて、なんでかなと思ったら、なんかテイクバック小さくするって意識と一緒になんか知んないけどスイングまで緩くしてたみたいですね。で、テイクバックは小さくするけどしっかり強く振るっていう意識に変えたらだいぶ安定感が増したんで、今後の意識としてはテイクバック大きく取りすぎないように強打するときもコンパクトに、で、ただそこで軽く当てて振っちゃうと深くやろうとした時にスピン足りなくて落ちきらないみたいな球が増えちゃうんで、テイクバックコンパクトにしてる時でもしっかり振り切ってコート内に収めるイメージっていうのにしていかなきゃなって感じで、ちょっとなんか最近本当にいろんなののバランス崩れてましたね。サーブとかストロークとかみんな強く打とうとしすぎてなんか安定感を失ってた感じのところを、ちょっと しばらくリハビリ的に安全に打つ、安全にというか安定して打つ球を当たり前に打てるところまで、安定感を増す練習をしようという感じで、コンパクトなテイクバック、まあ、それがもう、全体的にストロークの時の注意点としては、頭をぶらさないで走る、動くテイクバックをコンパクトに、最後までボールを見てしっかり引きつけて強く振るというイメージでストロークをやっていこうかな。あとバックハンドはちょっと肩をしっかり入れるのも追加で意識しつつ、バックハンド肩をしっ
回入れてテイクバックコンパクトに強く振るっていうのが引きつけて強くかっていうその全部揃えないとあれなんか中途半端な打ち方になっちゃうんでその辺を本当になんかこう間が空いた時に忘れないぐらい体に染み付けたいですね。でサーブに関してはトップスライス系サーブがだいぶ安定してきてもうこれでいけっかなって感じになってきましたね。ファーストもセカンドもトップスライス系で時々スピン系にするでトップスライス系サーブに関してはファーストはというかなんだろう縦回転強くしたい時には頭の上の方に投げて横回転強くしたい時には頭のちょっと外側右側の方に投げるという違いをファーストでもセカンドでも同じようにやって結局でちょっと強く打ちたい時にはコートの中の方に上げてちょっと安全に打ちたい時はコートの後ろ側に上げるみたいな感じでトスの位置で縦回転横回転の割合とあとは確率の安全性入る確率の高さを調整するみたいな感じでやっていけばまあそれだけでファーストもセカンドもいける感じになってきたんであとはそれをもっとフラットに打つ球を入れるのともっとスピンしっかりかける球打つ球を混ぜれば球種的には十分かなって感じでそれをどれだけあとは厳しいコースをしっかり狙っていけるかみたいなイメージでやっていきたいですね。まあ何しろもうサーブだいぶ苦しむことはなくなってきたんで気が楽ですね。サーブで苦しむと本当にもうストロークとか考えてる余裕がなくなっちゃうんで。あとなんかあったな。まあボレーもそういえば最近ちょっとミスヒット増えてるなと思ったのはちょっとラケットの根元側、近い側の方で取ることが増えていたのが原因で、ちょっとラケットの先っぽ側の方を意識してそこで打っていこうとしたらだいぶ安定感が増しました。なんかちょっと根元側だと飛ばない分な手応え悪い分ちょっとラケットを押す方に動かしちゃってさらにミスヒットが増えるみたいなことが多いんですよね。で私のイメージだとちょっとラケットの先端部分の方を意識して当てると楽に飛ぶから変に力が入らなくて安定するという感じがあります。フットワークとかまあいろいろ考えるべきことはあるけれどなんだっけ振られた時のフットワークの切り返しを外側の足で蹴るんじゃなくて内側の足で蹴るみたいな話をこの間 YouTube の松尾さんの YouTube かなんかでやっててそれがちょっとやって試してみようと思ったけどよくわかんなかったんですよね。自分でやってる時には意識してないからどっちで戻ってんのかようわからんって感じで球出し練習とかでやんないと多分意識できないなあれは。あと最近ボールを見てないは多くなってきてるな。なんかチャンスボールというかチャンスボールかチャンスボールほど相手の動き見ちゃってボールを最後見るの、ま、忘れるのが多いんですよね。あと南部大会まで2週間ちょっとなんでそれまでにサーブもストロークも試合モードにしっかり切り替えていきたいですね。自分の手持ちの武器で戦えるっていう状況まで持っていきたいな。今だと手持ちの武器以前に自滅が多すぎて話にならない展開になるんで、もうちょっと、具体的な戦い方で言うと、基本的にはサーブゲームに関しては、サーブである程度いいサーブを多めに狙ったコースに入れてって、ストローク戦優位な展開を作ってスタートしたいね。で、リターンに関しても、基本的には相手のサーブ、よほどいいサーブの人じゃない限りは、リターン叩いていく展開にしたいよね。で、ストローク戦優位にしたいですがまずあって、で、その次に、相手の得意サイド、苦手サイドを早い段階で理解した上で、苦手サイドに多く強く配球する球でまず攻めていく。で、それである程度崩れるような相手ならばそれでいい。で、特に苦手サイドというのがなさそうな人に関しては、今度は振り回す、左右への振り回しと、浅い球。浅いスライス、あと中ロブによる高いバウンドを組み合わせて一定のパターンをで打たせない安定した状態で打たせないような展開を作る。であと基本的にチャンスボールはちゃんと前に出て一発で決める意識で打つ。ただしボレーに関してはいいボレーをしようとしすぎないでとにかく低く弾まないボレーをメインに使って相手に
優位を作らせない状況を維持したままどっかで決める、イージーボールが来たら決めるみたいな感じ。難しい球をかっこよくボレーで決めるとかじゃなくて、難しいボレーとか、まあ普通のボレーも基本的には相手のチャンスにならないようにつなぎつつ、ドチャンスボールが来たら絶対決めるみたいな展開を意識して戦うというのが現状の手持ちの武器での戦い方で、ちょっとできればちょっと浅い球はある程度厳しいコースに安定して打ち込めるというストロークの状況を作り出したい。今はちょっといいコース打とうとすると自滅しちゃうことが多くなってるんで、その状況を一旦脱却して早いところ安定してコースに打ち込める状況にしたい。そのためには小さいテイクバックでしっかりポジションに入って、ある程度強くは振るんだけど強打というよりはしっかり振った普通の球を打つ、コースの代わりコントロールはしっかりつけるみたいなイメージ。そこまでいけたら現状の私の手持ちの武器的には十分かな。それで勝てる相手には全員勝ちたいし、それで勝てない相手はちょっとまた別の話っていう感じでいきたい。で、できればその状態を作った後に自分のディフェンス力とかフットワークとか体力とかその辺を向上させていって、その戦術で勝てる相手には勝てるし、その戦術で勝てない相手にもその戦術の範囲内で何とか勝つ方法を見つけていくみたいな感じにしたいかな。攻撃的にストロークでウィナー取るっていうのは基本線としてありなんだけど、コースで、コースと鋭さでウィナーを取りたいという感じで最終目標を決めとこうかと思います。